Festival 2010 Rock 行くぞ新規だ。旗を振っています。未来の鍵を握るレディオスクローブロック、俺が校長の富山でよろしく。ロックのスペルは LOCK 京都ダンサーです。たくさん、うわ後ろまですごいね。見えてるのこれすごいな。後ろのみんな始まったぞ未確認フェスティバル。よいしょ。前のみんな未確認フェスティバル始まったぞ。うわ真ん中のお前未確認フェスティバル始まったぞ。自覚してんだな。ちょっとずれ込んでるけどな真ん中にしては。微妙な真ん中センターよりは相当ずれてるけれども、でもいいんだいいんだよ、うん、みんなが真ん中だと思って今日はやっていくんだからこれね。そうだぞ。自己紹介したっけ。しましたよ。したか。校長の遠山だって言ってたじゃないですか。10代のみんなはどれぐらい。おおすげえ。ありがたい。いいね。20代は多いよ。結構多いね。うん。30代は30代いるか。なるほどなるほどね。40代いる、ね、50代60代、うん、70代80代90代無邪気。とても無邪気。つまりは無邪気。みんな無邪気。楽しそう。そしてただの嘘つき。急に罵倒しないでください。よくない。さあ、この今回こうやって、はい、たくさんのみんなが集まってくれているのは、改めて説明したいと思います。お願いします。我々スクローブロックとタワーレコードドコモデコチョクががっつりタッグを組んで送るこの夏10代限定の夏です。それが未確認フェスティバル。まだね誰にも認められていない、それでも鳴らさずにはいられない衝動、何がね何がこう自分の中にあるのかわからない、それでもこう誰かに伝えたいっていう気持ち、衝動、そんな未確認なものを確認するための場所、はい、それがここ未確認フェスティバルとなっております。今年も2016、開催、今年の頭ぐらいか、はい、からスタートをして、うん、総応募者数全部で3364組。ありがとう。ありがとう。もしかしたらデモテープ送ってくれたやついるかもしれないし、ね、ありがとう。ありがとう。送ってくれたって人いる？あ、ね、あいるね結構ね。いるいる。ありがとうみんな。その3364組の、うん、中から厳正な審査が行われまして、ネット審査に進んだのが全部で105組。はい、はい、そしてさらにその中から、次のライブステージに進んだのが全33組。そして先月の7月、全国、大阪、名古屋、東京大会2日と全部で4日間ライブステージ、行われまして、そこの33組の中から本日このファイナルに進むことができたのが全部で8組のアーティストとなっております。実際ライブステージ来てくれたやつはどれぐらいいる？おー、いっぱいいる。結構いる。ありがとう。さあ、そして本日出てくれるこの8組の中からグランプリアーティストが、あと大体5時間6時間後ぐらいには決定します。決まってしまうわけですよ。なんとそのグランプリアーティストには賞金100万円贈呈だ。やったー。使え使え。100万円だよみんな。見たことないぞ。バイトどんだけ頑張らないといけないって話だよこれ。すごく現実的にしますね。それはね、京都はまあ猫2匹飼えたら100万円もらう。やめろよそういうこと言うの。もうちょい必要だよ。30万と70万って何その変な割合。なんださらにタワーレコードから CD をリリースする権利をもらいます。すごいね。タワレコに並んじゃうわけよ。黄色と赤の袋に自分の CD が見たことあるだろみんな。入るってことだからね。そうなんです。12月のクリスマスの時期になったら白い袋に赤い文字でクリスマス仕様になる。細かい情報ありがとう。ああ、そしてさらに20万円相当のヤマハの楽器がプレゼントされます。すごい。
れに尽くせり20万ソードだからもう全てもう手に入るぐらいな、ほぼほぼゲットできますよね。やばい、いやありがたい、はい。ちなみにですけども、はい、グランプリを決定するのは今日来てくれたみんなです。まあ、審査員、まあ、そこまで堅苦しいものじゃないんだけども、はい、とにかくライブはまあ一緒にね、とにかく跳ねたいな、うん、声出したいなと思ったら、自由のままに楽しんでほしいんだけれども、ちゃんと、今年も審査員の皆さんがこちらの新木場スタジオコーストにお越しいただいております。はい、後ろの方かな、もうね、あ、見てる方もいるかもしれないけど、さあ、じゃあ改めて紹介したいと思います。あれ、まずは音楽プロデューサーの石渡淳二先生。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずみんなあれ言っとこうか、あれ行きましょうか、やつ早速ね、はい、みんなわかる、いけるか、 OK ね。じゃあ打ち合わせミスてないよ。じゃあいくよ、せーの、はい。いや、これ正しい返し方ないですよ、マイス。もうハニカムで OK です。あ、そうです、それが答えですから、はい、大丈夫、正解で良かったです、はい、今年の2016の順次はいかがでしたか。順次、取れたての順次ですけど、一番歯切れが良かったなと思います。本当ですか。プロデューサーとしてね、ありがとうございます。順次先生、今年で、前身の閃光ライト時代を含めまして、はい、もう6回目の審査員、おお、そんなになりますかね、でございますけれども、今年の2016は順次先生的にどんなこう感じになりそうですか。そうですね、はい、今回そうですね、はい、ガールズバンドがいないんですよ。そうか、あ、本当だ、去年とか見ましたけれども、ね、なので、はい、こうガチの戦いっていうんですかね、はいはい、まっすぐぶつかり合うような感じになるのかなと思いますけどね、うん、今日の方の審査もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして順次の左だね、もうみんなも分かってると思うけども、改めて紹介したいと思います。はい、9ミリパラメラムバレットのボーカル、菅原拓郎先生。拓郎先生、拓郎先生、よろしくお願いします。お願いします。この間も生放送教室来ていただいてどうもありがとうございました。はい、楽しかったですね。ありがとうございます。まあ、拓郎先生はね、スクローブロックの、技術の講師、はい、通称テクの講師としても、ずっと前からね、スクローブロックでお世話になっておりまして、はい、今回改めてこのファイナル、まあ、雰囲気とかいかがでございましょうか。はい、いや、とても楽しみにしてきました。はいはい、そのスクールオブロックに出演した時も感じたんですけど、はいはい、やっぱりどのバンドも際立った個性っていうか、うん、そのバンドのカラーがすごく出てたので、はい、それ実際生の演奏で見るのを楽しみにしています。はい、はい、今日は、一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてその左、あー、もういい匂いがするね。もうこっからもう分かってます。バニラの匂いがするんだ。バニラの匂い、覚えたてみたいな話題。オリジナルのね、そういう匂いのやつも開発しております。開発。そしてスクローブロックの、姉妹番組であります、はい、レディオドラゴンネクスト、さらに毎週木曜日夜、東京 FM で放送されております東京コーリングのパーソナリティ、はい、菅野由依ちゃん。由依ちゃん、よろしくお願いします。菅野由依です。せーの、ラルム。ラルム、あらだっすね。ありがとうございます。さあ、ゆいちゃん、去年も参加してくれましたもんね。そうなんですよ、私去年もこの未確認フェスティバル審査員やらせてもらったんですけど、はい、去年いろんなフェス行ったんですね、うん、でもその中でももう、はい、一番熱いフェスだったんです。ここがそう、うん、もうフジロックよりサマソニーより未確認フェスが一番熱かった。強いね。そうだからね、今日も違う、こういろんな場所でね、フェスとか行われてると思うんですけど、はい、必ずここ新木場スタジオコーストが一番熱い場所になると思うので、はい、みんな一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。てかね、今日のチアンとや、はい、ね、まあ、順次先生、拓郎先生、はい、ゆいちゃんの、はい、まあ、3人はね、本当ありがたいです。ありがたいですよ。後ろにね、その圧がすごい。ちょっと待って、ごめんなさい。ほらもう、おって聞いて、ほら、あとほら、マイクも奪っちゃってんだもん。ちょっと俺が声がでかい、スクールオブロックのダイナマイトカリスマ営業部長、はい、松田だ。出た、松田部長だ。よし、踊るぞみんな。サイズ乗せて松田オープンガンダムスター。よし、よし、台本通り言えた。台本通りとか言わないでください。ないです、そんなもの。そんなものありませんよ部長。
今日お越しいただいたんですね、このファイナルジャズ。俺も外のブースでやってるから、はい、ジャスラックのブースで、そう、ジャスありがとうジャスラックって書いてあるの。全然見えない、全く見えない。そうなんです。嘘、本当に？そうなんですよ。すげえコビ売ってんのこれ。言わなくていいです。コビとか言うんじゃない。あ、本当。今日は何をされてるんですか、ジャスラックブースの。今日は10代の悩みに答えてんだ、はい、ずっと。10代の悩みに。悩みに5秒で答えてるの。無理だろう。短すぎませんか？5秒は。いや、5秒で俺答えれるから。マジっすか？まさかの、はい、この1時から本戦が始まるでしょ。これ、はい、始まってるでしょ、はいはい。2時からそのブースでやるんですよ。誰も来ねえだろ。でも俺はやるぞ。ありがとうございます。ジャスラックと一緒にやるからな。嬉しい。おちょっと抜けてこいよお前ら。ちゃんと来いよ。全然来ねえじゃん。なんだこれ。全然帰れねえじゃん。ちゃんとしろみんな。だからトイレの時間だったりとか、一瞬抜ける時間があったらみんなジャスラックの松田部長のところに、そうぜひね、よろしく頼むね、みんなね、みんないけるか、トイレの時間でいいから。どんだけ浸透すんだよ。どういうことだこれ。部長、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。部長の声が圧倒的に大きい。一番大きい声が部長でしたね。しかしね、さあ校長先生が黒板を書いておりますけれども、いやー、もう音聞くだけでもすぐ戻れるわ、あの日に。何なんだこの感覚は。さあ、はい、書き上がりました。読ませていただきます。絶対に今年一番暑い日だった。もう確実だったね。はい、間違いありません。この事実はね、うん、いやー、もうあれからだからね、日曜日で月曜日だからもう2日が経ってしまってるわけで、はい、終わっちゃったんだね。そうなんですよ。偉いもんでね。今年もね、終わってしまいましたね。スクールオブロック、タワーレコード、ドコモ、レコチョクが送る10代限定夏フェス、未確認フェスティバル2016。改めまして、おととい8月27日、東京新木場スタジオコーストで、今年一番暑かった一日が終わりました。まあ今、こう、パッてね、思い出すだけでも、うん、はい、もう、いくつもの場面がね、頭の中にボン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 飛び込んでくるし、うん、その中にはアーティストのみんなの顔もそうだし、はい、来てくれた近くのやつもいれば遠くから来てくれてるやつもいるし、うん、みんながこうニコニコしてる笑顔とか、中にはね、悔しい、見に来ててもやっぱ悔しいっていう表情してるやつも確認できたし、うん、はい、本当にこう様々な顔と気持ちと、うん、そういったものがこう瞬時に思い出すことができるのが一昨日だったかな。あの日スタジオコーストにいたお前、 LINE ライブとか職員ブログとか見ながら応援してくれたお前、そして今年音源を送ってくれた3364組の10代アーティスト、8月27日を作ってくれたのはお前です。本当にありがとう。ありがとう。じゃあここで改めて、未確認フェスティバル2016今年の受賞アーティストを発表しておこう。まずは審査員特別賞、選ばれたアーティストはコーセイ。準グランプリはザ・ランプ・オブ・シュガー。そして今年応募してくれた3364組の10代アーティスト、その頂点に立った未確認フェスティバル2代目グランプリアーティストはヤジコガール。みんな本当におめでとう。おめでとう。構成、お前は相変わらず誰でも自由だったね、うん、ナイスやったね。最高だったよ。そして振り返れば一番ウケたのお前だな。ずるいぞ。ザ・ランプ・オブ・シュガー、まあ、去年はまあネットステージまでしか行くことができなかった、まあ、リベンジ組、はい、なんだけどもステージ立って音楽を鳴らす喜びがもう溢れに溢れていた、うん、そしてグランプリヤジコガール、もう去年はネットステージまでしか行くことできなかったんだけども、はい、1年分の思いをね、うん、もうどでかく叫んでくれた。もう一回だけ言わせてくれ、本当にみんなおめでとう。おめでとう。さあ今日と明日のスクロブロックは未確認フェスティバル2016スペシャル。8月27日東京新木場スタジオコーストで行った未確認フェスティバル2016の模様を時間の限り届けていきます。
メインステージの全10代アーティスト、オープニングアクトのシャウトイットアウト先生、そしてゲストライブアクトのカナブーン先生のライブとインタビュー、さらにはコピバンステージの模様もお届けしていきます。初日の今夜は前半戦、アルシア、ポストマン、コーセー、ザ・ランプ・オブ・シュガー、そしてコピバンステージの様子を届けていく。さっきちょっと出てくれたあの松田部長が登場した5秒相談室の様子もどうやら、はい、オーパン、ほらもう早い、サイちょっと待っててくれ、入りが早いんです、ね、後から様子聞けるらしいから楽しみに待っとけ。当日来てくれたみんなは当日の感想を、当日来れなかったみんなはライブの音源を聞きながら感じたことを教えてください。未確認フェスの特設サイトからは当日の写真付きレポートも読めるので、今日の授業はそちらを見ながらぜひ参加してみてください。スクローブロックのウェブサイト、全てはこちらからお願いします。www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。今年一番暑かった一日をもう一度みんなで確認しよう。スクールオブロック、ブルボン、ジャスラック、日本音楽著作権協会がお送りします。未確認フェスティバル2016、未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック。今日と明日の生放送授業は2時間丸ごと未確認フェスティバル2016スペシャル。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 いつもこの時間に行っている女子クラスの授業、ガールズロックスは5週目のためお休みです。京都の明日です。じゃあ早速続いていこうかね。はい、8月27日東京新木場スタジオコスト未確認フェスティバル2016ファイナル、さっき冒頭で聞いてもらった特別審査員の皆さんの紹介に続いて、次はいよいよ開会宣言。はい、今年のポスターにも登場している応援ガール、長野めいちゃんが担当してくれました。めいちゃん、実はですね、ここまでまだ会場にはね登場してないんですよね。そうなの、みんなの前に出てないんだよ。そしてですね、開会宣言の呼び込みでステージに出てくるのかなと思ったら、なんとそこから映像が始まって、映像の中でめいちゃんが、音楽スタジオの中入って、楽器のセッティングをね、始めんだけど、はい、あのムスタング、応援ガール代々引き継いでいる水色のムスタングにシールドを刺して、バンドの仲間と目を合わせて、そして未確認フェスティバル2016がついに幕を開けます。未確認フェスティバル2016、今年の開会宣言を務めてくださるのは、未確認フェスティバル2016応援ガールの、さあ始めよ。この思いを声にするんだ。この世界に叫んでやる。私はここにいるって。私はここにいる。私は今ここにいるよ。皆さん、はじめまして。未確認フェスティバル2016応援ガールの長野芽衣です。まだ誰にも認められていない、それでも鳴らさずにはいられない音、まだこれが何だかわからない、それでも叫ばずにはいられない衝動、そんな未確認な才能を、自分すら知らない自分を見つけるための場所、それがここ新木場スタジオコースト。皆さん準備はいいですか？本当にいいですか？2016年8月27日この日を誰もが体験したことのない最高の伝説の一日にしましょう。それでは未確認フェスティバル2016スタート。大阪さんじゃない、関
ミカクニンフェスティバル2010 Rock Opening Act Shout It Out。 朝かきて昇る日が落とした影に目を細めてひねくれ者はいた。どうせ僕に刺した光は誰かから漏れたもんで、春が頭上の分厚い雲は途絶えやしない。なんでだって自分のエゴで言葉に意味を見出すから、あなたの全てが届きはしないけど、迷わなくなっていった。その想いを声にすること、もっと上手に伝えられる人がいるから、そう言い合って飲み込んだ。行き場をなくした感情はグラスの氷のように人を知れず溶けてしまうから。シャウトイタンでよろしくよろしく。去年、あのグランプリを取ったことが、僕らの本当に大きなきっかけになって、でここで出会ったたくさんの人が、かけてくれた声のおかげで1年間こうやって歩いてくることができました。きっと今年出てくる8組のアーティストたちも、今日ここで出会ったあなたたちの声で、これから力をもらって歩いていくんだと思います。ただこのあくまきっかけというものはきっかけでしかなくて、それは僕ら、演奏する側も目の前にいるあなたたちもそうだと思うんですが、いくらどんなきっかけがあろうとも、結局自分自身を変えるのは自分自身でしかなくて、だから本当に自分を信じて周りに何を言われようが、僕は僕らの道を、あなたはあなたの道を歩いていってほしいなと思います。そんな歌を、僕らは僕らの音楽もあなたたちも信じてこれからも歩いていきます。よろしく。17歳という歌を。
終わりの目なんかじゃないだろう。視聴人の中を渡って自分も偽るくらいならまるだってば不格好でもいいかよ。いつか出るのなら君を美しくあれ。17歳は閃光ライオットの時に、おととしその17歳で僕らエントリーして、うん、おととしそれがすごい悔しくてそれで負けたのが、で去年は本当リベンジのつもりでその曲をやったんですけど、だ今年はなんて言うんだろう、あの自分たちのためじゃなくというか、今年の、決勝進出バンド8組に向けてたとか、この未確認の決勝にを目標にしてやってたやつらのに向けて歌えたかなと、はい、思います。あの普段この規模のライブハウスって僕ら頻繁に出ることがないんで、でこれだけのたくさんのお客さんにやっぱり応援してもらえて力が出たなっていう風に、おかげでこう今年のファイナリストたちの前に立ちはだかれ、いい感じに立ちはだかれたかなと思います。こんな思いがあったからこそ、うん、あんな危機迫る、はい、本気の本気のライブをね、すごかった、この未確認フェスティバル2016のために届けてくれて、うん、まあ、一発目に演奏してくれた今日の一曲目、はい、あの逆光って曲も、はい、今年の未確認フェスティバル2016がキックオフになると、うん、なった瞬間に書き下ろしてくれて、そうなんですよね、みんなを応援しつつも、うん、だけども今年のファイナリスト8組、そして全部で3364組、はい、もう全てをたった一組で迎え撃つっていうこの姿勢がさ、うんうん、本当に嬉しいし涙が出るよ、うん、俺はすげえかっこよかったし、嬉しすぎて僕袖から見ててもうなんでこんなに背中大きかったかなって思うくらい、うん、もうやっぱり彼らもその1年の間にさらに先に進んでいて、うん、俺らの背中見せてやるよって思うよね、うん、ガッとかましてくれましたよね。シャウトイットアウト、そして開会宣言務めてくれた長野めいちゃんありがとう。そしてめいちゃんといえば当日の会場で本人から大きな発表がありました。そうだね、これ一昨日来られなかったみんなのためにもじゃあ俺から改めて伝えさせてもらいます。みんなよく聞いてください。この10月からスクールオブロックの女子クラスガールズロックスの1週目に長野めいちゃんの就任が決定。イエーイ。10月からガールズロックスの担当をします長野芽衣です。すごいあの皆さんがわーって盛り上がってくれたので、なんかこれからどんどん楽しくなりそうだなっていうのは思いました。したいことはなんだろう、こうお手紙とか通じていろんなお話ししたいなっていうのもあるんですけど、自分の好きな曲だったりをいっぱいかけてそれについてこうみんなで話したりとか盛り上がったりできたらいいなっていうのは思います。めいちゃん、はい、めいちゃん、まあ、ここで発表した時もさっきもめいちゃん言ってたけども生徒のみんなすごいこうわっやったーって言ってくれてたし、喜んでたみんな。でなんだ音楽もやっぱめっちゃ好きで、そうなんですよね、だったりとか、あとね、うん、この時もね尾崎豊さんが好きで、はい、でお前リトルガールかかった瞬間に俺が歌っちゃってごめんね本当にね。なんであの時校長先生が撮っちゃう、そういうことがないように俺も気をつけていくんで絶対あるだろこの後も生徒と、まあ、キャッキャキャッキャ楽しみながら女子クラス、はい、めいちゃん一緒にやっていこう、うん、10月からよろしく、よろしく。来週のこの時間はこの学校の1週目ガールズ小芝風花ちゃんが毎日投稿、小芝風花これもう来週でラストの週なんで、はい、みんな必ず出席するように。そしてこの後は引き続き未確認フェスティバル2016スペシャル、いよいよ今年のファイナリストたちのライブをオンエアします。一組目に登場するのは神奈川県アルシア。僕将来歌手になる、自分で作詞作曲してステージで歌うんだ。じゃあママもその曲カバーしてコンサート開こうかしら。ママ、ジャスラック通してね。え？音楽を作る人と使う人を結びます。ジャスラック日本音楽著作権協会。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私。はい、きびだんごですね。一個82円になります。え、お金取るんですか？もちろん商売ですから。ええー、
桃太郎ゆかりの地岡山で商売について学ぶ岡山商科大学。ミカクニンフェスティバル2016、東京ヘムから全国38局へ向けて授業中スクールブロック、今日と明日の生放送授業は2時間丸ごとミカクニンフェスティバル2016スペシャル。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 8月27日東京新木場スタジオコーストで行った10代限定の夏フェス未確認フェスティバル2016に出場した全アーティストのライブとインタビューをオンエアしていきます。京都梨沙です。さあ、さっき聞いてもらった去年のグランプリバンドシャウトイットアウトのオープニングアクトに続いていよいよ来るぞ10代のファイナリストの登場。はい、シャウトイットアウト先生から熱い熱いバトンを受け継いでですね、ついに新木場スタジオコーストに登場したのは神奈川県高校3年生、まだドラムのライブ経験がたった数回だったというギターボーカルのゆうへいです。ドラムのハトです。ベースの直江です。まあ最初からとてつもない衝撃を皆さんに与えられたらと思っているのでよろしくお願いします。ミカクニンフェスティバル2016 The first artist is アルシア。もんでしょ、どうやってどうやって愛を確かめていけるか、信じは
ありがとう。横浜のアルシアです、ね、最後の曲はもういつもなんかやっぱライブで絶対やってる曲なんですけど、やっぱ今までで一番気合が入りましたね。それで、まあ、今までで一番感情的にライブできたんじゃないかなと思います。人間って後悔するものじゃないですか。その後悔とか悔いとかそういうものを全部ぶっ飛ばしてやろうっていう、自分の音楽でぶっ飛ばしてやろうかなという思いの詰まった曲になっております。東京都13歳女の子、ラジオネームあずき猫。あずき猫アルシア、うん、アルシアずっと応援していました。結果賞は取れなかったけれど、私の中ではトップでかっこよかったです、うん、本当に雄平さんの MC が心に響いて涙が止まらなかった。余韻がすごかった。これからも応援していきます。大好き。まあ、シャウトイットアウトがまあ直前にいたっていうのもあるけども、重大アーティストのやっぱトップだから。そうですよ、いろんなプレッシャーもあっただろうし、だけどもな、全て吹き飛ばすようなアルシアのライブでこれ始まったのは本当に良かったね。良かったです。順次先生こと順次、これね、アルシアのこれ、あのみんなの審査票があって、審査員の皆さんにそこのコメント、美学の詰まった演奏、感情表現のツールとして完璧に楽器が機能している感じ、かっこよい、手元にも目つきにも言葉にも迷いがなくて素敵だと思う、ギターボーカルの子雄平のことね、はい、の雰囲気がとてもいいと。めちゃくちゃ高評価。順次もだから結構さ、うん、当日も言ったけど、はい、割と厳しめな言葉が並ぶ瞬間もあったりするんだけど、はい、全然そんなことなくて、めちゃくちゃかっこよかったって第一声でしたもん ね、うん、あるし、ありがとう。さあ、未確認フェスティバル2016、続いて2組目のアーティスト。先週生放送教室で直接電話で話をしましたけれども、このフェスにかける思いがかなり強かったアーティストでした。愛知県代表、平均年齢 18.3 歳、閃光ライオットの時からずっとこのステージを夢見てくれていた、ボーカルギター寺本さつきです。ギターの金本圭太郎です。ベースコーラスの岩崎圭太です。ドラムコーラスの岩タンバリンです。いやー、やっております。こんな大きい舞台でできるのはすごいことなんで、楽しんで音楽の魔法をみんなに届けたいと思います。 The next artist is Postman。 バスには魔法が溶けてしまって、この声はただの化石になっちゃうよ。明日には魔法が溶けてしまうが、いいよそれまでに僕の声で君を救ってみせるから。溶けに来ました、ポスト。
ぞ。15歳、ラジオネームのぞみです。とポストマンさんの曲が良かったです。耳からすごい音量で入ってくるから、でイヤホン越しじゃないから感動も大きくてすごい良かったなと思いました。東京都八王子市日替わり本日のケバブです。15歳です。一瞬一瞬繋いでいくみたいなのが、なんかチームワークがすごいなって思いました。来年は応募しようと思ってるんで、ポストマンを目指して頑張りたいと思います。俺がここに舞台に立つって決めて5年かかってやっとここに来ました。その瞬間がラスト1曲で終わります。この1曲にかけます。夏の曲を聴いてください。夕凪。不意にあなたがそっと言った、こと言った意味すぐにわかる気がするのにな。です。悔しい思いもあるんですけど、本当に楽しかったです。ありがとうございました。いやずっと緊張してたんですけど、お客さんのおかげでちょっと和らいで、すごいみんなと一体になれたんじゃないかなって。でもこれからもっと精進していきたいです。今日このステージに立ったことを誇りに思います。ありがとうございました。いや本当に悔いがいっぱい残るステージになっちゃったんですけど、このステージをやったことで次にどんどんつなげていけたらなって思います。ありがとうございました。いやなんか魔法かけてるって言ったんですけど、逆だなって思って、もうすごい魔法かけられてる感じで、すごい目の力とか笑顔とかはすごいなって思いました。愛知県15歳女の子、ラジオネーム桜豆腐。おー桜豆腐。先週木曜日ポストマンと電話で話した生徒ですね。ね、当日もほんと最善も最善で見てくれてて、はい、うん、ポストマンありがとう。未確認フェスティバル最高だった。私はポストマンの応援のために行きました。残念ながらグランプリ取れなくて、私も悔しくて泣いちゃったけど、ポストマンはこんなもんじゃないって分かってるし、魔法はまだまだ解けてません。たくさんの仲間に出会わせてくれてありがとう。最高の15分間でした。うん、
まあ、本人たちには、たち的にはちょっとこう悔いがあったんだろうけれども、でもね、桜豆腐もそうだし、はい、確かにあの涙を流してる、うん、あの女の子たちとかもいっぱいいて、でもちゃんとその日は、ね、ちゃんとこう全部を多分出したからこそ、はい、いろんなものが伝わってそういう感情にさ生徒のみんなはなってるわけで、うん、だからそこは別にね、まあ反省はすんのかな本人たち的には。悔しい思いあるでしょうけど、だけども少なくとも俺はめちゃめちゃかっけえバンドだという認識しかないから、うん、だからこっから始まったって考えることもできるわけだしさ、菅野ゆいちゃんもゆいちゃんポストマンこの歌声すごい、うん、きっと何を歌ってもポストマンになるそういう絶対的な力を持ってると思う。 A メロからサビになるようなメロディーで中毒性あり、うん、甘く中性的なようでうちには熱いものを秘めているのが演奏中の目から伝わる。ちゃんとだからゆいちゃんなんて一番後ろで見てくれてたわけだから、それでもさ遠くにもちゃんとこう伝わる演奏がここにあったわけだからね、うん、ポストマンお疲れ様。お疲れ様です。11時台もじゃあこれ引き続き、はい、未確認フェスティバル2016当日の模様、まだアルシア、そしてねポストマン2組のみなんで、そうなんですよ、引き続き11時台もこれ行こう。いつも11時10分頃からお届けしている Perfume Rocks、 本日は休校です。今夜は Perfume Rocks の時間も使って未確認フェスティバルスペシャルを行います。11時台はコピバンステージ、そして審査員特別賞を受賞した後世、さらには準グランプリのザ・ランプ・オブ・シュガーのライブを届けていく。みんなからの感想を引き続き学校掲示板とメールで待っています。スクールオブロックのウェブサイトアドレスは www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック、 ロックのスペルは LOCK。 当日ね見に行ったってやつも改めて今聞いてこういうこと思ってるとか、うん、あの時こんなこと思いましたでもいいし、はい、まあ、来ることができなくて今初めてファイナリストのみんなのライブ音源聞いて、うん、浮かんだこととか思ったこととか、ね、見つけたものとかあるかもしれないから、うんうん、何でもいいから、書き込み待ってる、はい、そしてこの後11位ジャストはバトルクイズスクールボース、今週クイズに挑戦する学校は一体どこなんだい。